ジュリー・ハリスは、アメリカ合衆国の女優。1973年当時の宣伝用写真、晩年のハリスが写った2005年の集合写真、左端の小柄な女性がハリス。そこから、右方向へ、ロバート・レッド・フォード、ティナ・ターナー、ジョージ・ダブルー・ブッシュ、ローラ・ブッシュ、スザン・ヌ・ファレル、トニー・ベネットと並んでいる。ミシガン・州グロス・ポイント生まれ。父親は、銀行家。 母親は看護婦。イエールスクールオブドラマ、アクターズスタジオに学んだ後、1945年にブロードウェイの舞台に立つ。舞台での当たり役だった、ザ・メンバー・オブ・ザ・ウェディングが1952年に映画化された際、同じ役柄で映画デビューしアカデミー主演女優賞にノミネートされた。映画では1955年のエデンの東において、ジェームズ・ディーンの相手役が有名。 その後は舞台を中心に活動し、5回もトニー賞に輝いた。テレビ出演も多く、2度にわたり、エミショー賞を受ける。私生活では1946年にブロードウェイの演出家 J ジュリアンと結婚するが、1954年に離婚し、同年にマニングガリアンと再婚、一時を設ける。2013年8月24日、マサチューセッツ州にて、病のために死去。 87歳坊津。日本では偶然にも、彼女の死の1日前の2013年8月23日に、BS ジャパンで代表作のエデンの東が放映されていた。ありがとうございます。